アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、超越えのシリーズでこちらですね、似て非なる暗黒ハテナハテナハテナ超行ってみたいと思うんですけど、初見ですね。ゼロムス EG 超越え、ちょっとギル不足なので、ね、ギルをゲットしたいのと、まだ戦ってなかったのでやっていきたいと思います。キャラクター紹介していきましょう。はい、ティナちゃんなんですが、ティナちゃん連続ファイジャー使っていきます。シンクロ覚醒2個持ち、オーバーフロー、オーバーフロー奥義ですね。奥義も2個持ちです。どうしようかな、まあいきなりもう開幕でいきたいと思います。でモグちゃんは開幕でシリーズチェーンやっていきたいと思います。場所のサルサ連続ですね。イルムちゃんはキアルジャ、一応ウルトラキュア持っていこうかな。攻撃よりはヒーラー手してもらおうかなと。でサマサガード最初やって、そっから覚醒奥義ですかね、ミルキーウェイ使っていきたいと思います。それこそのじいさんはですね、覚醒持ちなのでゲージが溜まったら覚醒使って、あと連続モータジャーですね。シャドウちゃんはいきなりゲージを貯めて捕食戦技からのシンクロを使っていきたいと思います。ヒストリアクリスタルはファンタジー6レベル96ですね。いい感じにレベル上がってます。ゼムロスさん、ちょっとこれ赤い玉青い玉、これちょっとよくわかんないんですけど、初見でちょっとやってみましょう、倒せるかどうか。クリスタル、これどういうあれなのかな、魔力を込めることによって、その何これ、よくわかんねえ。どのタイミングで使うかちょっとわかんないのですが、これって何回も戦うのかな、1体倒せばいいのかな、ちょっとパターンわかんないんですが、ちょっと初見でいってみたいと思います。まあ、ダークオーディンより強くないですよね多分。ちょっとやってみましょうか。星6魔石よりは多分強くないと思うので、ギルガメッシュオメガとかよりは強いのかな。ちょっとギミックが怖いですね。赤い玉青い玉、これギミックがわかんないな、結局ギミックがわかんないんですよね。ゲージを食べて、あでもドクターモードみたいなやつ2回使えるんだ。チェインインフェルノクロス使っていこうか。サマッサガード、じゃあストラグスのじいさんでどうなるんだろう、どうなるんでしょう。赤い玉青い玉、あゼロゼロゼロ、ちょっと怖いな。とりあえず食らわない。ちょっと怖いな、様子見で攻撃してみようか。時の流れが止まった、時の流れが止まった。あゼブロスに HP が出てきた、じゃあこれ使ってみようか。食らうのかな、おお食らう、2000だけど、おお行ってみましょうか。あ時間がなんか出てる、あ時が止まってるのか、おおションサルサ、え時間どうなるのこれ、時間動き出すの、加速する、この30秒が何なんだろう。赤い玉とあれ、おおダメージは乾燥してるな。時っていうのが怖いな、生き返るのかな、再び時間が動き出した、怖っ。あ全然食らわない、時は止めた方がいいのかな。ストラゴスで止めてみよう。オッケー、回復はいい感じ。ストラゴスで時を止めよう。ダメージが伸びないな。ちょっと一回ティナちゃんで全体攻撃してみようか。
食らうかどうか。ドレイン、お、めっちゃ食らうやん。ケアルちゃん、え、時の流れが元に戻った。早ない。おー、いいね、食らうようになってるね。え、なになになにこれ。あ、物理が効きやすくなるのと、なんかそんなの言ってたな。あ、これに攻撃すると変わるのかな、もしかして。お、でも魔法効いてる。赤い玉とあれば倒すことはできないのかな。オッケー、修羅の刃。あ、今魔法が効きやすい、そんな感じかな。再び時間が動き出す、それがよくわかんないな。オッケー、ケアルジャ、とりあえずティナちゃんで攻撃してみましょうか。ザンダラ、いいね。今の感じだと強くはないんだよな。ギミックもよくわかんない。超津波、全体攻撃やっぱしない方がいいのかな。ケアルジャ、風のラプソディ、パンパンポロポロ。この感じの来るんだったら全然問題ないですね。モギちゃんでフィーバータイムでダメージ伸びてくれればいいんですけど、魔力バフアップ。せっかくなんでじゃあやっていきましょうか。修羅の刃、これが食らえば、まあ、全然食らわない。やっぱ魔法が効くのかな、そういう感じなのかな。ティナちゃんでこれで乾燥してたら魔法が有効みたいな感じで捉えていいのかななんて思っちゃうんですけど、どうでしょうか。そういうわけでもないのかな。あー、でも効いてる。一回時止めてみようか。いいね、この調子いったら一旦で終わるな。終わった。あー、やっぱそうっすよね。そんなことないっすよね。おお、すげえ。そりゃそうっすよね、そりゃそうっすよね。うわ、チェインがやべえ。おお、なるほど、面白くなってきたじゃないですか。オッケー、チェインがないぞ、大丈夫か。時止めよう、空越せ、時を止めよう。おいいね、ダメージのいい感じ。修羅の刃、あ、効かないね。シャドウ様でもティナちゃん仕留めてくれ。ヒストリアクリスタル、これ乾燥でしょ、余裕で。 OK、 あとはティナちゃんの一撃で終わるでしょう。一応時止めておきましょう。時止めるってチェインも止まったらいいっすよね。ビッグバーンアタック、おお、めっちゃ食らうやん。さすがシャドウのこれはやっぱ効くね。うわ、これやばい。おい、やばい、シャドウで仕留める、やっぱ強いな。オッケー、終わった。オッケーオッケー、そんなに苦戦をするわけじゃないですね。よかった、ギル不足なのでこれでね、ギルを集めていきたいと思います。調子よかったらこれ周回してもいいかもしれないですね。そんな強くなかったので。オッケー、ダンジョンクリア、音楽もゲットだ、やった。やった、1,100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 ,
らいんだろう、400万か周回するのもありですね。ちょっと本当にお金不足ですね。
ミッションのお金。やっと1000万いった。いや本当にやばいっす。ギル不足ですね。ちょっとこれで超超越え、この調子で倒していっていきたいかなと思いますね。今倒したのはまだ2つですね。全てを更新ものと全部ロス。これも倒せるところは結構あるんじゃないかなと思うので、下の方からちょっとオズマもやってみようかなと思いますね。次オズマ行こうかな。オズマちょっとギミックなんかエグかったような気がしたのでビビったんですけど、オズマ行ってみましょうか。1、10、100、1000万、10、あれ1、10、100、1000万、10万、15万。えそう考えたらやっぱゼムロス400万もらくれましたよね。1、10、100、1000万、10万、400万。あゼムロスもあるのありですね。そんな強くなかったので、オッケー。これからギル回収していきたいと思います。確かにツイッターでもアドバイスいただいたんですよ。ゼムロス回ってみてはどうですかみたいな。確かにギルが多かったな。こっちはどうなんだろう。お音楽いかつ。1、10、100、1000万、10万、100万、500万だ。次こいつ挑んでみましょうか。ちょっと怖いですが、まあ、そんな感じでちょっと適当に挑んでいきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。 DJ ソラズメロージャム TV ありがとうございました。サンキューマンハロー。